見てないのか、なんか聞きながら他のことしてるからダメなんだな。私もそんな感じですけど。言い分的には今の流行りとかすべて大会に入ってる。基礎とかも全部大会見ろみたいな感じらしいですよ。本人が曰く。で、プラス、まあ一人でランクとかするんだったら、その、なんだっけ、個人の配信。あ、なんかランク高い人がやってるやつ。そうです、そうです。なんかあの、マスターとかのあの、YouTube に上がってるやつとか、あれ見なさいってことらしい。録画を見ろって。録画。そうですね、あれは本当に、私もトリスターナやってて。あら。スニーキーさんっていう人、プロ、海外のプロ。うん、うん、うん、うん。やつ見て。一試合、一試合だったのかな、まあ、取りまとめだったのか。一試合だけでもなんかこう、ジャンプして相手の後ろにいてウルトで飛ばすとかペイン相手によく戦ってるところを見て勉強になりました、ね。いいわね。ミニオン出撃まであと30秒。なんかこのエンマユウさんって見たことあるの？おお、ないっすね。当たりくらい。ちょっと前の C9 のやつ面白かったけど。あ、大会のですか？大会のです。大会ました。私何の大会かよくわかんないわ、大会に。そう、あれね、難しいんですよね。何の大会か把握しない。とりあえず大会やってんだから見よう、みたいな。ワールドの1個前の大会に参加するためのまたそのまた1個前の大会みたいな。うん、なんか日本が負けてる試合の。ああ、ですか、日本が。でもつい前の日かな。ザコイ負け方してたのを見てしまった。ランペイン。あ、そっか。私もあの時、しないの試合を再生はしてたんですけど、最後まで見れなかった。うん、なんか、ニダリーとかっていうやつ見て、ああ、やっぱマッサリートルーンいるんかなーって。やり出てましたよ。自分が使うチャンピオン出るといい。面白いですね。面白いですね。なんか、その一個前かな。その一個前見てないんだけど、その一個前で誰かがニダリ使ったかなんかで、ニダリはこうやるんやで、みたいな感じでピックされた。嫌がらしいやんとか思って。気分は浦島太郎。そんなやってないじゃないけど。みんなグラブルしてるんだもん。あー、やっぱり。そうですね。やってます？いや、私は携帯がないので。あー、あ、そう。PC でもできるんですよね。PC でもできるみたいです。もう時間がなくて RPG は。RPG なのかな？みんなグラブルやってて遊んでくれないから。来るかな、来ねえな、向こうのが早えな。サラが
来るかな。取れねえ。フラッシュがあればなぁ。ということはワードが置けるのではないか。野草取りきれんか。トップサイドに J4 が。こっち来れます、っていう方が。私が一緒に殴ってたら撃てたかな。J4 はこれでこっち来るかな？来ない？このワードを消しに行きたい。ちょっと。ありがとうございます。ナイス。
飛行機が。スマドは強いなぁ。あ、硬えなぁ。硬いなぁ。強っ。なに怪獣できてる。ってなら、突きつけんだっても。いや、なさすだから。ああ、邪魔しないのかなぁ。やっぱり出させようか。ナイスー。見てなかった僕。うわぁ、それは。これはちょっと走るかな。大丈夫かな？帰っちゃってる。いやぁ、こうき強い。多分自分の画面以外のとこ見てる。いやーね、見るの忙しいですもん、サッポ。本気が育ちすぎて。なんだよ、お前。抜けないやつか。おっと？クスティック使った。おえ？ドーン。
デフォー君そこにいるの。味方がタワーを破壊しました。どうしようかな。ダイヤと一緒に。レジェンダリー。なんかネズミ落ちてる。あれはあれかな。わざと死んでるよね。もうなんだ、通常攻撃しかしてこなかった。ミッドさないとあれかな。ナサスが危ないかな。上物いじめしてる感が。終わったー。いやー強かった。ミッド最初ギャンクに行ってあげたんですか。ん？ミッド最初ギャンクが決まったんですかね。いや勝手に決まった。勝手にソロキル。勝手に勝って勝手にソロキル。どこに何もしてない。パワー的なのぐらいしか言ってないから、一人で勝手にガンガン切るの。東京アニメ声優専門学校 LOL サークル VS 東大 LOL。 はい、東大が勝ってました。なんかそんな時期しますわ。やっぱ頭いい人うまいんですかね。どうなんだ。頭いいからゲームができるとは限らない気はするけれど。あ、でもなんか夜をよく練習とかできそう。頭いいって強いんですかね。あのカズータさんでしたっけ。カズータさんなんかパリに留学してたのかな。なんで今日本にいるんだろう。もともとなんかフランスに、なんかもともとらしいですよね、うん、でなんか日本に戻ってきて、フランスの大学行ってたけど学校辞めただかなんだかしてきたって聞きましたけど、でなんか日本でもなんか学業してたとか聞いたから、転校っていうんですかね、よくわかんないですね。システム停止。でもなんかああいう強い人が書いてる、もったいないブログとか見てると、あ、頭いい人が書いてるなってなんか思う。なしなんかあるんだ。ああそうです。どうしようかな。ジャンナはね、なんか前に出てハラスできる子じゃないと強くなくなったって聞いたから。シールド量減ったんでしたっけ？あとクールダウンが長くなりましたね。
で、でもここ基礎攻撃力とかレベルアップした時の増加攻撃力がアップしてて、ハラスできるぐらい上手い人じゃないと使えないキャラになりました。何しよう。ガレーめんどくさいな。ジリアンサポートは。いやあ、今日も疲れた。なんかしてたんですか、午前中。仕事っす。ああ、ですか。はあ、あと3時間とか言います。あと3時間か、あと2、3時間、ああ、2時間半か、つって。あ、終わるまで。終わるまで。言いながら仕事してました。ずっと時計見て、はぁ、進まねえ、進まねえ、あ、やっと5分。え、早く終わったんですか？出るのは同じ時間で。いや、一緒ですね。あ、そうなんですか。早く終わりますね。土曜は1時までなんですよ。ああ、なるほど。だから朝行って、席座って、はぁ、9時か。今日何時間かな ?11、12、1、あ、4時間か。足りーって。とっても暇でした。なんか事務職かなんかですか？ああ、ですです。なるほど。薬局の受付してますわ。ああ、足りーって言いながら。あれ、なんか資格がいるやつでしたっけ？いらんないっす。ミーカーの資格一応あるけど、なくてもできます。資格がいるのは薬剤師さんだけ。なるほど。なんか、いとこが、病院の受付かな、うん、になるために何かの資格を取ったって聞いたので。医療事務ですかね。ああ、多分そうだと思います。まあ、なくてもできるんじゃないですか。あった方がいいって。あれ確か民間だから。なるほど。あ、そうなの。国家資格じゃないんだ。民間ですね。サッシュがいる。ああ、そうだ。オーディットフォー。誰？セクシャルハラスメント知事。どうした？なんか、ピックの画面であったのかな。大丈夫。なんでなんで？セクシャルハラスメント。あれ聞かないの。ミニオン出撃まであと30秒。ルー。でもあれやるってことは外人さん。まあでも最近日本人でもやってるけど。ほう。あ、でもあのボーイズの書き方がなんか外人さんっぽいな。ミニオンが出撃。ボーイズとか書いてます？あの、ミニオンって多分ちょっとふざけた書き方をしてるんだと思う。ボーイズってあのボーイズを Y の代わりに I を使って。まためんどくさいこと。誰が始めた？このトリスタン。
さえさえ言葉多いのに文字作るのやめてほしい。読めない。もう職場で暇つぶしに英語のやつなんか見てるけど、読めねーとか言いながら普通に読んでますよ。あ、戻った。うっそ、待って、戻んないで。引っ張ってない、そこまで。いやー、スタート遅れた。なんだろう、セクシャルハラスメントってか、いきなり。どうしたっけ？惜しいね。うわ、下にマーク出てた。ニダリートップ。はい、ってことはマークがある。ミナリーミッドで、ボットサイドに。
て。蹴ったらやだな。じゃあ、せいや。あ、間違えた。エグゾーストさんのスパイだったけど、やっぱ消えてるよね。あれ当たるのか。生きてるかもしれないな。アリゴが。ダメだった。味方が倒されました。敵を倒しました。敵のランプッチ。あ、全然ガンク張れてない。
なんか激しそうな。いてぇ。緑だ。緑だ。どこだ？あ、どこだ？ミダリー注意で、後ろから、後ろから。ニラリーがまだ入ってる、はい、どうしようかな、下がった方がいいかな、エコーが、マルザが来る、無理か、一人じゃ無理だ。うわぁ、3つ大集合じゃん。スイッチじゃないのか。スイッチじゃないのか。ボディーか。味方のタワーが破壊されました。敵のゴッドライク。方のタワーが破壊されました。
立ちたいな。トップじゃなかったないやいいがボットさえよね。ボットです。こっちに行ってるかな。いや、トップだ。味方が倒されました。あダリーが認めたか。いや、おろすか。バレンに刺したいな。
敵のダブル。うわ、ウルトハクマもなかった。ジュッキルだからな。育ってしまったよ。そりゃ止まらん。いやー、あの暗殺者怖い。あ、外した。全員で前を進む。いた、当たんの？それ避けてたじゃん。当たってないでしょ、シール。バロンだー。まあ最初の方が先かな。雑じゃないや。振り返る、振り返る。おい、こら、誰も来んねんかい。トリス来なきゃ話になんねんじゃん。あ、死ぬー、オブリー。ほんと。一応、あれだな、ジャングルはもういるんだよね。キャンセルとか出るの？変わるか。味方が倒されました。彼か。なんでみんな来なかったのか。もう、あ、これ終わった。終わって速攻走ってゴーってやったら一人しかなくて壁がいない。それは痛い。マジかよ。レベルそんなないけど、バロンしかないやん、もう。いないっすよ。痛い。さっき買ったのチッピが調子乗ったから買っただけだしな。私も何もしない。何もしないがカエルが序盤戻ってしまった。踊った、あれ。スマホだったか。どこのサーバーかは分からぬか。ニガリー対面、何出すのが正解なの？自分が何やられて嫌だっていう話だけど、特にうーんって。カウンターらしいカウンターがいない。ね、リスク弱くなっちゃいましたね。あ、そうなんだ。序盤強いけど、なんか後半きつい。
なんだろう、スノーボールさせれないときつい。序盤ですか？序盤ですね。序盤は変わった石買ってないから、序盤、いかにスノーボールさせるかするかみたいな。リスもともと硬くもないし、硬くもなれないしみたいな。序盤。硬いってイメージは確かにない。なんか前半にこけるともうどうしよっかなみたいな。あ、することないなぁ、って。CC も蜘蛛の巣しかないけど、蜘蛛の巣クールが上がっちゃったし。あれ、オズマンさんだ。知り合いです？いや、多分知り合い、うん、そう、フレンドリストにはいますけどね。友達の友達。いや、ランクで知り合った。なんかいい人だったんだと思います。フレンドしたってこと。なるほど。あ、ブリッツをいっぱいしてる。ああ、いい人だった、やっぱり。うん、ね、前のかな。知り合いやっとこうかな。キャリーを期待しよう。シルバー2ぐらいで多分同じぐらいの人だと思います。さっきの後期みたいに勝手に育って勝手にキャリーしてくれないかな。そうなんだ、ステータスに落ちていくって書いてあったな。あら。落ち続ける、落ち続けるニコニコマークみたいな。そういえば、なんか参戦この間、小学生負けた後、LP 半分くらいなかったです。ブロンズ1の小学生参戦して、IP 見たら半分くらいなくて、あ、そんなに減るって。そうですね。1試合で20くらい減りますけどね、私だったら。なんか80くらい減るのかなと思ったら、あ、半分ないとか。あ、さっきのだ。で半分か。ああ、そうですね。まあ、確かに昇格戦。あ、でもあれか。いつもは BO3 だから。BO3 だと80ぐらいな。ですね。あとジリアンか。なんでハウリング、ハウリングじゃねえや。ティールズ・オブ・アビスの YouTube 貼ってあんだろう。ここにですか？会議に、なんか、見たことある絵が貼ってあると思ったら、アビスだった。テイルズ・オブ・ランチャラのシリーズでしたっけ？の、そうですね、最初の方、最初の方じゃないの。いや、でも言う、けどね、認知度が一番高そうな。なんか赤い髪の長い人が出てくるんですね。そうそうそう。そうそうそう。それそれそれ。でも結構古いですよ。うん、私最初なんだ。あ、何しよう。何しよう。なんだろう。なんか先出ししたくないのであれば。キンドレットは持って、アイマムは持ってる。ザック？あれザック買ったっけ？あー、何しよう。あー、何しよう。もうこれでいいや。あー、そっか、水戸、安尾だからか。うん、NA もなぁ、昇格戦入るんだけどな、めんどくさいだ。ブロンズでしたっけ？いや、シルバーですね。ブロさんからあげて、ハーダル疲れたっていう。なんか、ブチ切れたあまりに、なんか、もういいよ、いいよ、サポートするよ、いいよ、つって落としてますわ。ああ、みんなワード買ってくれない。サポート、ワード買ってくれない。
そうなの。NA で、辛い、切れそうとか言いながら。波しか知れないですけど。そらかか。波やってる人多いですね。やっぱ上手いと強いんでしょうね。泡が私は当たらないから。なんか、一番、なんか、なんだろう。なんか何でもできる気がする。そう。ディスエンゲージもできるし、エンゲージもできるし。あれ。何でもできる。一番なんか、扱いやすい。ただし CS は取れない。CC じゃ、ええー、弱っつって。なったらでもブランドとかでも良さそうですけど。ブランド持ってたかな。持ってたとしたらでもラックスサポートするとき。ラックス、強かったな。なんだろう。今日ノーマルでやってた時が相手だった気がする。でもラックスサポートって味方とか行くと。めっちゃ弱いんすよ、死ぬほど。恐ろしい。恐ろしいほど弱い。いやーでも昨日のランクにてラックスがいたんだ。そうだそうだ。どうしようかな。さっき何選んでたかな。空か選んでたかな。凄まじい像を感じます。あ、ダリウスパンしとけばよかったかな。オズマンさんあっちにいるかもしれない。いやー何しようかな。何しようかな。あ、なんかサポートワードプリーズって言っても誰も買ってくれないからあまりの昔、しかも買わないくせに森で当たるんすよ、ね。ケイたち視界ないのにさ、みたいな。パワーで、防ぐ。でも、いやいや、負けるんだったら行くのやめてくれないみたいな。いや、勝ってたら、いや、勝っててもよくないけど、ケイたちワード買ってくれないみたいな。ああ、そっか、ブロンズですもんね。しょうがないです。なんか、でも、レートタイミングってみんなシルバーとかでも買わ、あ、ダリウス。言ってますね、横。オズマンさんでしたっけ。あー、そうですね。やっぱズバンしとけばよかった。ウィンダリウスなんか。いやー、ほんと、ワード誰も買ってくれないし、ジャングルでワード買っても、にこれ。フェイトサポか、アム、フェイトサポかな。全力できますってチャットで言った。ああ、アムサポワンチャンある。うん。なんかクソうざい。一回やった。負けた気がする。なんか、CC 地味に言うな。なんか全然ダメなんですよね。予想外のが来ると動揺する。そうね。アムムがもしサポだったら TF がジャングルだったのかな。いや、アームジャングルすごい。見えないけど。エゼリアル、ゼドサポか。いや、でも TF サポじゃないですか、とかも交換してあげたのかもしれないですね。意味わかんない。想像にゃ顔をつって。いやぁ。もう誰もワードを買わない。たとえシルバーではワード買わない。前一回ボケてて、ランクしてるつもりがノーマルだったんですけど、みんなワード買ってくれて、すげえみんな買ってる、ワード買ってるって感動してて、パッて終わった後に見たらノーマルで、えっと思ってレート見たら、いやー、ソラゴールドとかあの辺のレート帯だったら、買ってるよね、ソラ。
怖いもんね。感動感謝。大きすぎて怒られますね。やっぱり、なんか効果が高いところに置いた方がいいので。サイトストーンは一番最初に買いたいけど、最近アーベントセンサーが流行ってたから、辛かった。あ、でも、場合によっては別に。うん、みたいですね。ガンクがめっちゃ来るとか、リーシンリ後ろから入ってくるだったら、後ろの私、あの、二つゴーレムいるとことかにワード刺します。ああ、こっちのチーム側の。こっちの青だとしたら、そこの、あの、ジャングルの二つ石が湧くと、あそこから入って、そこから入ってきたりとかするんで、ここに置いといたりします。絶対後ろから入ったからですとか。この人一回入ったら、また来るわ。負けました。ああ、まあね、マルファイトね、つらいよね。ザバッキンヘルイズゴービング。ミニオン出撃まであと30秒。ああ、ゼドーサポートについて。キングヘル。何が起こったんだって言ってるの。ゼドサポに対して。まあわかる。気持ちわかる。これゼドサポなの。ゼドミッドな気がするけれど。ミニオンが出撃しました。後でピックしたの。なんとかボットを買ってあげたいわ。いやー、な気がする。だろう、マルファイトのウルトと私のウルトとがあって、野草が入ってメムフのウルトが刺されば。ちょい叩いても大丈夫だと。痛い。イグナイト落ちたけど、正気なハーブなかった。ミスったんやりん。ナイス。うん。あ、おらない、おらない。あ、なんか全部やっちゃった。じゃあ、これどこにいるかな。帰りいただきたい。
うん、そう戻った。で、ドア、剣を買ってるから、ハードカズじゃないのがトップ多分がいるかもね。トップの赤があるから、ユーザーサポ強い。答えてあげたいけど、ちょっと今が ここまであとどんぐらいですか。ここまでまた5じゃないな。うん、すぐか、アムムがここ振ると打ったらワンチャン殺せたのでは。ああ、MF ね。MF 振るとあるから行ったんだけどな。いや。TF レベル8なんですよね。
なんでウルト打たなかったの？敵を倒しました。ずっとなんかシースト、まあ、ADC がいないからなんだけど、ムムミッドです。下にいるなら、うん、に当たった。ああ、それはあかん。ナリウスがすごいとこから来てる。あかんな、これ。と、出血で死ぬ。TP してきたのかしら。なんかすごいとこにいるな。タワーなんかなかったみたいな。野草が予想してる。JP、サーバーの番人。誰が番人ですか？取れちゃったっけ。トップ行けばよかったな。ミッドかトップですか。トップの方がいいのかな。安尾じゃない、ダリウス辛いってずっと言ってるから。敵を倒しました。
さすがにきついぞ、それは。それはさすがにきついぞ。どうすんだ。うん。さすがにだいぶは無理かな。あ、ノルトが上がってんのかどうか。コインかろうじて買ってけ、なんでコイン。わあわあわあ、確か殴れないもんな。イメフ君なんかすごいうるとケチる気するけど気のせいか。ああ、さっきは打ちましたね。ポットで私が捕まりそうになった時。わからない、タイミングか。ウルトがないけど。アムがウルトがない。うん、お前だ。なんかディーフめっちゃ当たんな。メフトップに行ってほしいんだけど。暑いから。いやでもな、MF ほどけないな、ゼータいるから。わあ、それは、それはあかん。敵を倒しました。味方が倒されました。この間に。目圧かけてくれたら、はい、ゼドが来る。
で通りだ。また来た。私も時に。いやでもあれだね。ダリウスがどこ行っちゃったの。あ、でも止まった。あ、すいません。わっちゅ。あ、すいません。ゲームが止まった。え、私これどうなってます。今バロン前で止まってますね。動かない。え、ゲームが止まった。あー、殺されちゃったかな。シャットダウン。どうしちゃった。やろ、F4 か。動かない。何なの。まだ接続中って感じですね。何にもできない。帰ってくるか。どうどう。これ再起かな。あの大丈夫だと思いますよ。なんか変だなっていうのは気づいてると思うんで。ちょっと再起、強制再起。どうしようかな、トップ捨てて、サモナーが退場しました。今退場になりましたね。どうしようかな、そっちから。そっちはこのぐらいか。全部行くとな。ミッドに振ってあげた方がいいかも。味方のタワーが破壊されました。今ね、海なんだよね。味方が倒されました。敵のダブルキル。あ、2本目とミッドってどっちが大事なんだ。
タワーが破壊されました。敵のキリングスプリー、ただいま戻りました。負けたんすね、これ。そうですね、 FF が早めに聞いて、てか現在ロビーを作成できません。 FF が、あの後なし、ガラッと、うーん、まあでもなるようにして、野草が勝手に突っ込んでって死んじゃったのに怒って、ちょっと雰囲気が悪くなってたのに、あっという間に FF でしたね。もう、いやー、おしゃれない。いけたのに。なんで固まったし。ひどい。入ってくるのに5分か。長いな。Windows も再起動したんですか？全部再起動しました。てかもう、うんともすんとも画面か、なんだろう。映像じゃなくて絵みたいになって固まっちゃって何にも触れない。いやー、マルフ君耐えてたんだけどな。もし私が落ちたから5分待ちかな。いや、多分大丈夫か。なんかバツついてなかったけど。ああ、そうだ。ゼドサポだったんですね。残念。もうちょっと連で勝てればよかったな。いやー、思ったよりなんか MF がボットに付いたから、行かないんだ。マルフが結構ちゃんとしてたんで。ああ、ですか。全然見てなかった。結構合わせてくれますよ。合わせてくれてたんで、MF トップに送って、日本目折ってミッド折りに行きたいなって思ってたんですけど。うんうん。いやー、私が落ちたのが一番あれだけど。なぜそこで落ちた？あれ無線でしたっけ？いや、有線です、有線。あ、じゃあ PC の問題か。いや、古いんだな、もう。多分。なんか 3D のゲームとかはできないんですかね？
やったことがない。ん ?3D のゲーム、うん。やったことがない。ああ、そうなのか。やんないですね。FPS やったことないですか ?4 でやんないです。ああ、そうですね。そうですよね。3D 酔いがひどくて。なんだろう。ダリウスをバンサしていただきます。なんだっけな、前テラ。ああありましたね。無料になったかな最近。あれをチュートリアルやったら熱出してぶっ倒れました。あ、画面大きいですか？ね、普通。いやでも昔テレビゲーム PS2、うん、ん？プレイステーション2の、うん、牧場物語、あれも、はいはい、なんか年ごとに一回ってやって全部熱出したんで、あれ牧場物語って PS だと 3D なんですか？へえ懐かしい。なんか後ろから見る視点のやつです。ちょっと立体的になってきた頃かな。あ、じゃあマインクラフトとかでもやっちゃいそうですね。マイクラも多分またやそうか。ちゃんとやったことがないけれど、何がいいんだろうな。ブラッカーは最近使ってないしな。あ、ルルバンされちゃったのか。で、私がバンしたのかな。あ、ルルバンしますね。あ、自分でやってるのかな。あ、どうしようかな。何言うか。私が決める。違えちゃった。いやでも私ダリウスバンしたからあれだな。ポットのバルスが嫌だったな。ルルがもう前 FEZ ってファンタジアスゼロってやってたんですけど、 あれ久々にやったらな、目回してました。やってたゲームすらできない三半規管がないのかなってぐらい弱くて、あれ画面に集中しちゃうんですかね。そういうことじゃないのか。多分こう自分が思ってる方向と違う方向に動くからようなんですよね。なんかこう、私の中で、わぁ、こっちに動く、こっちに動きたいって思ってるのに、違うとこ動くから。車とか酔いやすいですか？車酔いやすいですね。あ、ですよね。運転すれば別に酔わないですけど。そうですね。助手席もだいぶ慣れたかな。後ろがダメだ。うん、ともすんとも。人生辛い。なんか聞きたい方ってないのかな。私はもう子供の頃めちゃくちゃ言ってたけど、どうしても遠くに行きたがる両親だったから。おお。もう慣れちゃいましたね、酔っちゃうのに。旅行が好きなんです。ああですね、アウトドアが好きで。おお、いいことだ。日本のあっちこっち行ってました。九州あんまり行ってないぐらいでほとんど。いいなぁ。アウトドア羨ましい。アウトドアしたいんですけど、ね、友達とかみんなインドアで。してくれない。全然わかんないですね。インドアの方が。スノボ行きたいっすでも。え？みたいな。いいじゃで。キャンプしたいっすね。私はスキーしかできない。いいですね。スキーは、なんだっけな、小学校の林間学校です。ん？違うな。なんだっけな。林間学校じゃなくて。子供会とかのでやりますけどね。子供会、あの、スケートですわ。別に申し込んで、学校とは全然別で行かないと、そういうのはなかったですね。スキーあるんですね。スキーとかなかった。小学校の頃に無人島に行くツアーがあったぐらいで。ええー、それはそれですごい。
無人島なのかどうか怪しいけど。いや、人入ってるし。なんか建物立ってるし。あれですかね。でも、あれが一番楽しかった。あ、行ったんですか？すごいな。それには行ったんですよね。星が綺麗じゃ。うん、でも、あとは、もう、スケートとか。スケートいいですね。ただ、なんかあれ、本当に、後ろ滑りすら難しかった。ずっと前回ってるだけだな。後ろ滑りはしなかったっすね。怖い。あとだ、行きたいなぁ。スノボがしたい、スノボ。人生ではまだ2回ぐらいしかしてない、スノボ。2回しかしてないのによくできますね。なんか変えた。いや、でも、ヘッピリ腰っすね。降りるのが怖い。リフト。ああ、そうですよね。あれ、毎回外さないといけないから。いや、あれつけたまんま降りるらしいですけど、つけたまま降りるのが怖い。スキーは、なんか、一人で暴走してしまった記憶しかない。あ、いいか。いいか、コイン、コインに行こうと思ったけど。まあ、エムコンだよな。味方が倒されました。味方が倒されました。うん。腹が減った。敵を倒しました。強い。申し訳ないな。お前がナンバーワンだ。俺では三発目が痛かった。バルス、レリック買ってるんか。よくわからないけど、なぜかレリックが。大会で見たんですけど。おー。早くアーデントセンサーに行くために。レリックを買ってくれる。うん、サポートをサポートする。どうしようかな。私、ゴールドにしなかったな。それ知らんから。今弱いって聞いてたし。っていうか、野良でよくやろうと思った。大会見てる人なんだね。流行りに乗るタイプか。気づいちゃったなぁ。それなら、なぜ打ち合ったまあ、つかも服がうまかったと思うけど。シーってやつですか。あと最近はね、パブをして、自分、タブのアイテムを載せるようになったんですよ。便利ですね。あ、セジャンに後ろから。私寄りますわ。間に合うかな。間に合わないかな。間に合わそうだ。ダメだな。おお、
捕まった。よう生きてた。やっぱみんなまっすぐ来るんだ。じゃあ2番帰ろう。今のルートをなんかリーシンが通りやすいんですよ。ああそっか、後ろから来てましょう。全然わからんかった。方が倒されました。残念。あ、やべ、死ぬ。なるほど、ここにピンクが。上に正常にです。ここにピンク刺されてます。正常に。なんかボットでほうだいぶ格はあのしてんのかな。足を気をつけとか。物が違う。なぜあっち行った。フォーカスが。ああダメだ。取り切れるかな。まだ5か。なるっていうのか。やっぱり見えないな。マジ。何もないんだけど。ですよねってか。それこっち行けます、うん、あ、ピンク刺しちゃった。私持ってます。強い、モルデがやっぱり最後の希望。あれ守りに行かなきゃ。
方がタワーを破壊しました。うん、困ったんですよ。で、ポットにする。あれ、スレッシュ来てるんか、どうしようかな、いいのかな。バルスポットに、あ、それ間に合わない。まあ、いっかもん。ミリ、ミリだもんね、折れちゃう。味方のタワーが破壊されました。正常にどこ行っちゃったの。上に。おお、強い。イエス、捨てて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 。なんか意外と生きたけど、捨てた。思ったより重より思ったより生きたけど。ラストも会った時じゃないです。私あんまり泡打たないです。モルデからパワーを感じる。モルデが生かしきれてないのか。モルデを守れば、モルデを守れば。てか、なんで私はオスマなんだよ。今気づいた。キャー、緑じゃない。そのワード変えない。えらい時間かかるね、気になっておると。もっとサクって折れてました。まだ、いて、7だもんな。はいはい。今でも海の歌が聞こえるわ。早いな。道は自分で見つければ。ガレンが来てる。そこどうやって逃げんだ。ですよねー。いいんだな。
味方がタワーを破壊しました。敵のキリングスプリー、みんな海でつながっているわ。取ったらでしゅー。ワルスクはそれ降りたいのか、あんまり長居したくないんだけどな。野草がいなくなっちゃうかな。フルだった。あ、来た。よかったなぁ。バルシュくん。さっきのバックで分かったんだ。しょうがない、手前から手前から殴るしかない。ナイス。ミッドでいいよ。ミッド。消すっすねー。いたおバック、折り切れないから折り切ってバック。大丈夫です。わーく、あーすいません、あーそれはいやー申し訳ない。なんか明日見えないんだな。あ、いけない。いない、そこバック。右側に刺すべきだったな。バロン取られたな。のタワーが破壊されました。ヘルス来てくれないかな。ヘルスよ、なぜイットだ。あ、それいけない。
ごめんね、私のピング出し方が悪かった。うーん、3人しかいないのに私がウルト使っちゃったからな。倒しました。捨てて、シャットダウン。ワルスがいたらまあまあまあいないんでやだっていう。これはもうウォルデさんが黙々とってるので私たち、ま、守る方向で。あれしかないかなぁ。でも野草が行きたがるんだよ。行かんでいいよ。マーティがいる。いや、やってないよ。やってないよ。無理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 。いや、それはいいんだけど。味方がタワーを破壊しました。やる？取り上げて。いるから無理だよ。ワード刺して、ぐらい。やってるふりぐらいな。うん。やらないよ。いるだけ。ドラゴン湧いちゃうな。でも、モデが。あれ、壊しに行けます？どれだ？これ。で、引き寄せるだけ、引き寄せて。あ、やっちゃうの？引く。あ、でも下にジンがいるけど。もし、下に、セジャーに見えたらやります。はい、あ、見えた。ゴー。なんで君バラスクいないんだよ。セジ来た。セジ来た。バック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 。バック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 。バック。バックして、で、また下がったら。そういう守り方なんだ。でも、向こうで2体ってんだよな。どうしようかな。てか、ミッドのウェーブ悪いな。で、あれ壊しに行きたいんですよ。どれだどれだ。行きたいんだけど。いいのかな、これ行っちゃって。うん、行きますわ。OK。あ、もうでかいぞ。ドラゴンやってるのか。一回、帰った方がよかったかな。なんとなく。いやー、一人で大丈夫じゃない？いや、みんな行くと、来るよ。みんな行くと、逆に、バロンが、いや、バロンやられても困るし、当たっても嫌だし。ワード切れます？うん、どうしようかな。でも、ガレン。モデカイが TP ないんですよね。ないっすね。バックして、あ、ドラゴンが来た。いいもん来た。いいもん来た。くそ、入る。ドラゴンだけここにいるんだ？モルデが送ってきたんですよ。え、送れるんですか？へぇー。歩いてきたんだ。で、視界を取り返したい。よいしょ。当たらないよ。当たらないよ。視界を取り返したい。視界が負け、取れてんの。私も買いに行きたいんだっけ。ピンクはまだあと1本。あー、取られた。いっそあれ当たるか。で、オッケー。まだウルトある。で、視界を取り返したいんだけれど、なんか見つかってる。あの奥の行けます？はい。あ、見えるんだ。どういうこっちゃ。モルデを頑張って、どうしようかな。押してもらえないかな。モルデが、お、ナイス。バックバックバック、バック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 、バックバック
うわ、ダメだこれ。やらかしたバロンだ。丸さん、お手配さん押すしかないみたいな。なぜ安よよ、行ってしまった。いや、バルスもね、ちょっとミッドの位置が悪くて、仮に追いかけられちゃったんでね。うん、私がそばにいればよかった。今でも海の歌が聞こえるわ。どうしちゃったの？悪かったな。ミッドに来るかな。バルス君、よくそんなとこ歩くね。君怖いね。これだから肺呼吸する人は。スレッシュ行った。どうだろうな。あのマルテカイザー分かってるみたいだから。モルデカイザーは間違えた。あー、ミッド押せるかな。でもな、バロン持ってんな。一人でやってみる。どうしようか、バロン切れるまで持つかな。いて、ちょ、冗談言いたい。待って。うわー、申し訳。今のまずいミス。じじだな。戻ってこない。いやー、しょうがない。戻ってきてもしょうがないね。いやー。出直せなかった。ですね、あのミッドで確かにちょっと押しすぎちゃったな。ん？あと一回できるかな。楽しいブロンズへの道が。私もレート低いな。あっという間に降格してしまった。
誰が強かったんだ。モーデカイザーやだな。いやあ、ザヤカ、ザヤカ、ラカンね、ラカン練習すればいいんだけどね。中でも連負けたら辛そうです。ああ、なんか連弱いんですよね、多分。なんだろう。どうしようかな。じゃあ、じゃあ。やっぱルールかな。レオナでもいいんだけどね。さよなら。闇を切り開く。もうこれ個人で送ることの方がいいのか。こうか。ね、私のナミちゃんの、そう。ナミしかしてねえ、みたいな。NA の。あ、かろうじてなんか、違うのちょっとしてるけど。窓を閉めていきます。はーい。あ、ミスった。なんかすいません、バシャーンってやっちゃった。なんか偉い。あ、窓かな、それ。窓。なんかあの、偉い。びっくりした。あれ？ちょっと手が滑って。ちょっと手が。あ、シャッターみたいなやつですか？いや、横にこう、そうですね、シャッターなのかな、なんか雪とか雨よけの雨戸がある。あれ雪降る地方です？いや、そんなことない。やっぱ雨戸って珍しいんですかね。友達に言っても雨戸って何って言われちゃって、なんて言うんだろう、なんか雨戸の外にある、あ、なんていうの、ひも入んないような感じの鉄の薄いやつの、あの一軒家とかにあるやつですよね。あ、そうそうそう。アマゾン。関東じゃ見ないか。ああ、そうなんだ。ただ、アマゾンじゃなくてみんなシャッターって言ってんのかな。最近の家だと上から下ろすタイプになってます。はい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 。その可能性あります。あれ、関東ですよね。あ、全然関東ですね。ただ私の両親が言ってたからアマゾンってずっと言ってたけど、違うのかな。今でも、やっぱり古い家とかだったら、雨戸かもしれないけど、新しい家シャッターじゃないですか。うちも、おばあちゃんで改装したらシャッターになってた。シャッターまあ確かに、あの、なんか駐車場とかにあるシャッターで、出口塞ぐやつを横にこう動かす感じのやつですね。うん。ガラスの部分が鉄になってるみたいな。ああ、私そこに入れなかった。多分言い方が違う気がする。ねえ、地獄への片道切符やね。
目指せブロンズ2。ブロンズな、スタートだったやつは貸してって言われました、マカウント。ああ、なんかブロンズのアカウント欲しいって言ってる人いる、ドキドキ。うん、なんか遊びたいのかよくわからんか。爽快なんですかね、弱い人いじめると。ああ、爽快なんじゃないですか。うん、なんか。なんか楽しそうにいじめてる。そう、メインアカウントでランク疲れたらサブアカウントで、ちょっと低いランクのサブアカウントで、キー、分転換する人、ああ、そうか、する人います。うん。前、昔、サブアカ使って、そのレール高い人とノーマル行ったら、車庫で一生なんか、あの、敵の青葉踏んとこ、あそこに陣取って、ずーっと、あそこ陣取ってって、車庫で。えらい楽しそうに一人で殺してました。いやー、ラックス相手に手をな、ダメだ。2になったら怖いなぁ。いやぁ、まあ、2人間違えた。まだやんの？もうめんどくせえな、ミュートすんぞおめえ、そんなに鳴らすと。崩壊ってつらいもん。いやー、あれ見る感じ別にそうでもなさそうです。早めに有利取っといたいのは分かるけど。いい？帰るよ。にいるしー。いつまで妖怪大戦争すんで。いいじゃん、もう帰らせてよ。いいじゃん、チーズ割れるんだよ、経験値も送れんぞ。
ワードが欲しいな。私が守る。どうしようかな。ラックス歩いてなければいいんだけど。それはしょうがないね。私がタンク選んじゃったからな。夜明けは近い。もう行くと。当たっちゃった。気を抜くな。見てなんだっけ。本当自分序盤ジャンク減ったな。後ろから来たりするのか。あ、リシ。それ分かっててやってる。ファーストブラッド。いやー、分かって。目の前に出したつもりだったんだけど。そうね。歩いてるかもしれない。そんなことないか。ユリがトップで、はい、もういけます。はい、あどっちがいい。どっちでもフラッシュないのが。あ、口をしてみてありがとうございます。ファイヤーガスタン当てられんかった。ニットに来るかな。ルトが上がったからよかったけど、なんか見えてるな。だ絶対に負けない。ニットに行くか。いるかな。3,2,1。煽ってんな。見えるか。帰ってる。夜明けは近い。
もあ、やっぱ明かりトップ行ってたんだ。絶対に負けない。ミヌト何秒です。10秒です。ちょうどいいかな。妊娠なく。いいっすよ。いいですか。ああ、大変。ターゲットがおかしかった。リフレッシュ。ダブルキル。何が分かった？ウルト、ウルト、ジンクスに打てばよかったな。まあどっちでもフィズが囲ってたね。なんかウルトはこっちに打ったけど、スタンはこっちに打っちゃった。怖い。のタワーが破壊されました。気を抜くな。かかりがいない。あっ、どうすか。はい、方が倒されました。どれでもよかったけど。ああ、どうしようかな。ポッと引いてあげた方がいいかな。リシギルト、まあボットなのにバネでもかな。下がった気がする。私を倒してからにしなさい。お、見えてた。うん。やだ。ミッションワンチャン。ここに置いて。ショルトあるそっち行くの？わかった。行く。あ、入ったくそだな。2本目が。進めしかないか。あ、でも進んでもしゃあないか。ドラゴンどうしようかな。味方のタワーが破壊されました。いや、いつかってくるな。すごい赤。ドラゴンやったら明かりきますよね。きます。うん、向こうだ。ナイス。スタンに当たった。スタンに当たった。あ、あれ当たんないもんなんだ。たまたま。いやー、どうだろうね。リーシンガンね。リーシンガン外しとけよかった。
私じゃないだと。どうかな。敵を倒しました。ランページ。トップに行ってくれたんだ。ランページ。うわー、入って。毎回降りてるな。すいません、やっぱ当たんないもんだな。でも見えないから、ルートもまあ運転しな。あ、じゃ、こいちゃった。ちょっと危ない。夜明けは近い。味方のタワーが破壊されました。タワー負けが。結構ホットと思った。一歩だった。どうか。どこ行こう。味方が倒されました。折れるなこれ。できるとどうしようかな。どうしようかな。大丈夫かな。これ捨てていいです。ザヤがね、大丈夫か。あ、すいません。歩くとこかしら。あ、やった、やらかした、やらかした、普通にやらかした。なに矢印出されてる。お、行けたら美味しい。美味しい。靴着てる食べている。どうだったろう。ジェイちゃんがうまい。あ、70%すごい。ドラゴンさん。味方がタワーを破壊しました。私が守るわ。ルトワール。けど当たっていいかがわからない。いいんじゃない。犬がいれば。蹴られた。狙いは良かった気がするけれど、どうだろう。あれに合わせてあげればよかったな。
と。いやあ、ちょっと待って、うん、そうだね、太陽必ず昇る、うん、いや、ステッピこれ普通のやつじゃダメだ、わあ、お菓子が、お菓子が、ラムネが、ラムネ美味しいですよね。うん、爽やか。当たれば。マオカイだとちょっと硬いな、ダメだな、やっぱ見えないやつダメだ、明かりは普通に飛びつく方で、はい、あ、明かりも一緒、そうですね、向かってきますもんね、絶対に負けない、なんか明かりはもっと飛びるかな、間に合うか、あ、来た当たってんのか当たってんのかよくわかんない、うん、こんな明かりって難しかったっけ、あんまピックされないから、最近よく見ますよね、前のパッチが、うん、絶対やんない、ちゃんと撃っとく、もう流しすぎかな、いやー、追っかけてきてる。うん。よくあそこで。これは取りたいけど、言い過ぎだな。長い。なすぎ。長いすぎて、さっきめっちゃ殺されたな。さすがで一人で行けないな、どうしようかな、ワード進化させばよかったな、太陽の加護とともに、うん、そうだね、あの明かりはタンクなのか、いや普通に、
ヘイピース。ガッチガチ。誰が言ったかな、ラックスが言ったのかな、違うな、あかりだな。ピッツコ、うわぁ、向こう来た。ワードアップ1個ください。あと、あ、ティッピー上がってる。ちょっとワードが切れちゃった。ピンクしかないです。ピンク置いちゃっていいですか？ですかね。また寄ってきた。さすが。帰ればよかったかな。お？あ、水がいった。強引だったなぁ。水くーん、どれとは一つ数になっちゃわないと。敵を倒しました。普通にもうジンクスで、なんかたくさん当てようかなと思うと、ああ。右の間の方に。うん。ナイス。おお、生きて帰るんだ。どうしようかな。じゃあ。あ、行く？うん。ドラゴンに一本。ドラゴンにワードだけ押していいですか？私ワーディング上してきますが。タンクいないけど生きる？あ、やってるんだ。ワードが維新は嫌だなぁ。うわ、取られた。維新は Q のダメージとスマイルダメージプラス入るからきついんすよね。そうだね。入ってきたら全然わかんなかったなぁ。夜明けは近い。ドラゴンの視界切れちゃった。妊娠とスマイトマトル、ちょっと、ああ、うーん、ピーがないからね。すごく強かったな。ダメだな、ミニオンにやっちゃうな。勝った。敵を倒します。
じゃあ青にした方がいいかな。いやジレってフィズから入るのが。フィズに合わせる。まあでもどうなんだろうね。場合によって黄色と青使い分ける人いるか。太陽の加護と共に。いやーその相手負けたの悔しい。ああ私がよく見てるもん。あ、まず。すいません、すいません。どう TP ないんだよね。うん、そうね。うん。ドラスってかも。返さないように受ければいいけど、ただ当たりに行くと帰っちゃう。当たりたいでしょうね相手。どうなの？あ、でも全然どっか当たる。できたの。バロン落ちないかな。どうしようかな。あ、行きたいけど、明かりか。明かりはちょっとですか。あれだ、ジンクスだったら行きたいです。明かりちょっともう硬い。ちょっと上がるまで。アビシャルとビサージュが入ってるんで、水じゃ落ちない。まだ来てるかな。あ、ちょっとナサスも下がってます。押し込まれた。フィズが、ベルトないかもしれない。にゃー、捕まる。え、何で死んだ？明かりか。後ろに明かりが。ああ、すいません。いなかった。これ効かないんだよね、今。硬い。申し訳ない、見てなかった。モニャ買うか。いやー、どうでしょうね。来るよ。みんな入ってるかな。なんで戦ってるのかよくわかんない。いいか、ミニオンが痛い。水のマナがない。ナサスのビルドがとっても不思議。そうなんですかね。あれ、これなんか足が速くなるやつ。まあ、昔ダリウスでこれ持ってダリウス任せろって言って勝った人いますよ。いや、さすがだなと。ジャングルうまかったけど、最初コインって言ってたんですね。ハロー、分だな。そうね。こうやってもしょうがない。マロンですね、もうちょっと。TP した。どういうこと？誰？もう一回ミッドあたりに来てみて。ラックスが。お？なんかこれは美味しいぞ。
なんか美味しいぞ。なんだ TP だったのかよくわからないけど。ナサスに向かって TP する意味もちょっとよくわからん。何だったんだろう。エンドまでいけそう。ゴーゴー、レッドゴー。おうおう、レッツゴー。なんかみんな生きてるし。何だったんだろう。よくわからないけど、相手の水で勝った。わー、よかった。よかった。やっぱタンク難しいな。タンク難しいですね。難しいけど、硬いから、ほんと。でもやっぱり、ザヤはやりやすそうでしたね。レオナの方が、ああ、なるほど。いやー、なんかミスってくれた。何が起こったのかよくわからなかったけど。